杉谷剣士、源田に打球が飛ぶと地獄と言われてました。こちらすでに貼られた記事、松本人志の酒のつまみになる話にて元日ハムの杉谷選手が出演。その時に、源田ですね、あの守備力があればあと6年は現役を続けられた、チームではあそこ遊撃の源田に打球が飛ぶと取られてしまうので地獄地獄と言われてましたとし、チーム内からは自分のところに打球が飛ぶとトンネルはするしエラーもするので地獄地獄と言われてましたという自虐的な裏話を明かした。杉谷さん、そうか、敵チームにしてみればそういうことになるのか。なるほど。源田の絵うまいな。 W 源田のこの姿勢の逆シングル見たことある。 W これ中高生の現場で流行ります。この番組見てたけど、さすがの杉谷も芸人の中だと地味な存在になるんやなって感じでしたわ。杉谷は逆地獄 WW 源田に飛ばしたら地獄、杉谷に飛ばしても地獄、新たな野球漫談家デビュー。ご視聴ありがとうございました。